はい、どうぞでは発表を始めさせていただきます、えー。イマーシブ環境における皮膚感覚と空間イメージ、オーディオビジュアル作品残像化の空間展開例をもとに立体音響作品が展開される音響空間において追求され続けていることの一つとして、氷上感、いわゆるイマーシブという。 本研究では、なぜ人はイマーシブ感を追求するのか、そしてその体験の最中に音響がもたらす皮膚感覚的な知覚体験について、制作の現場から検証します。はじめに、イマーシブな感覚とは降臨場感とは実体験のように感じる感覚であり、これがイマーシブ、没入的なという感覚を生み出します。これは空間音響技術の観点からは、包まれ感と音の性格な 定験によってもたらされるとされます。えー、ちょっとこれは空間と自分とを隔てる境目上の感覚、皮膚感覚を刺激される体験であり、一つの空間イメージとして捉えているとは言えないでしょうか。では、こうしたる空間にるシャトは、どの脳から形成されているのでしょうか。A、えー、皮膚感覚としての聴取。身体と外部空間との境界面における皮膚感覚、近年の多方面からの研究により、 皮膚の持つ立ち角的機能が指摘されており聴覚と触覚のクロスモーダルな現象が確認されていますここではこうした皮膚感覚と連動するようにしてなされる調子体験に着目しますそしてこの皮膚感覚としての調子によって生み出されるのが B 相互交流的包まれ感身体が直接的に関係を持ち続ける可変的な環境身体の延長のように捉えられ接続されている外部環境による包まれ感 個人の経験や記憶、心理状態の影響も反映して変化する極めて主観的な空間認識と言えます。それに対して視点を引いて捉えたものとして C、場、トポスの感覚、広がり感ある一定の距離を置いて把握される場の印象、一つの場に対するスタティックな印象として受け止められます。本発表ではこうした皮膚感覚と連動する調子とそれが生み出す包まれ感、主観的な空間認識に焦点を絞ります。その際 空間音響学、認知心理学における錯覚研究、精神分析学からの知見を参照することで、心と知覚の問題に着目します。皮膚感覚的聴取、共通感覚の場としての皮膚、音響の外皮。え体制感覚とは、感覚器が外からはっきり見えないものであり、皮膚感覚はその一つです。 精神分析医のディディエ・アンジューは、その著書、皮膚自我の中で、エイジの自我の形成における皮膚感覚の重要性について、次のように述べています。皮膚感覚は人間の子供を出生以前から限りなく豊かで複雑な世界へと誘う。この世界はまだ取り留めがないが、知覚意識系を目覚めさせ、全体的、また、付随的な存在感覚の基礎を形作り、最初の心的空間形成の可能性をもたらすものである。 えー、アンジュによれば、皮膚は構造と機能の面からして、一つの器官以上の存在、異なるいくつかの器官の相対と考えられ、他の外的感覚器官との密接な関係があり、まず感覚が不自される時共通感覚の基礎となるものとして位置づけられます。また、エイジは母から呼びかけられる言葉環境の音、自分の声など、周りの環境とエイジ自身が交互に発揮し、形成されている。 音響的外皮によって包まれ自らの身体の最初の空間聴覚的イメージを形成するとしそうした外的環境と内的世界との身体の最初の空間聴覚的イメージを形成すると指摘しますここでは皮膚の持つ多知覚的機能と同時に音響によって包まれ皮膚感覚で重要することによる心の空間の形成という外部と内的世界との相互交流的運動性を読み取ることができます皮膚感覚と聴覚の関係 これれについいてては、知覚覚のの錯覚現象の中でも確認されています。例えば、えー、両手をすり合わせているときにその音を変化させて被験者に提示した場合、高音域を増幅した場合には手の感触が滑らかで乾いた感じになり、高音域を減衰させた場合には粗く湿った感触がし、またその際、音圧レベルが高いほど滑らかで乾いた感触になったという実験結果が報告されています。こうした現象は音と触覚との同時体験時の固有の記憶と結びついているとする見方があります。 こうした皮膚感覚を誘発する聴覚刺激に関して、現実音を録音し原始的、電子的手段によって加工を構成することで制作される音響芸術作品ミュージック・コンクレートおよびアクスマティック音楽の例を見ていきます。アクスマティック音楽の命名者である作曲家フランス・オベルの言葉で、耳が触覚を持つように聞くことというものがあります。 創作の際一つの環境に入り込むような五感が総動員されるような知覚として聴覚を位置づけていますこの考えは前述の安住の著作の以下の部分とも通定すると言えないでしょうか皮膚と皮膚に含まれる触覚器官は外部世界に関する直接的な情報を供給する共通感覚によって音声的視覚的その他の情報と合致させられる。 また、こうした創作においては、作者自身の主観的な聴取の姿勢が反映されやすいといえます。例えば、幼年期の音遊びに伴う触覚記憶を想起したもの、音への過敏さを持ちつつ、自ら環境の音を録音し、新たな関係性によって一つの音の世界を構築した例などがあります。これらは共通感覚的触覚と聴覚の連動と個々人の経験、その時の心の状態の投影による聴取の結果といえます。空間イメージ。 ここでは皮膚感覚としての聴取の結果を生み出される可変的で主観的な空間イメージについて検証します心理空間としての空間人が実際に感じ取っている空間は物理的空間そのものではないことの例を挙げます潜在空間とは人が感じている環境と事故との中間領域に存在する心理的空間であり ファントム空間とは、心理的、体験的距離から成り立つ極めて主観的な空間であるとされ、心理的に感じる体験の距にの違いに基づいて測られるとされます。前述の空間イメージについても、固有の心理的空間を物理的空間内に重ねているとも言えます。その際、もしも近覚がクロストークするような状況が生じた場合、そこでの空間の印象はさらに変容すると考えられます。 例えば人工的に作り出された知覚の錯覚によって得られる空間もあるのではないでしょうか。知覚の錯覚によって生み出される空間、知覚のイリュージョンとして生じる空間が伸縮するように感じられる印象構述します、えー。記憶、経験といった心の働きプラス。共 感覚的聴取プラス感によって乱される空間の印象例としてミュージック・コンクリートやアクスマティック音楽における作品内部の音と音との関係性、二次的に与えられた空間情報、これらが生み出す特異な空間性によって与えられる空間の印象。えー、空間イメージというのは視点を逆にすれば、それを感じ取る側、自身の身体イメージであり、空間イメージが変化するというのは、自身の身体イメージが変化するということでもあります。 前日の例に挙げたように心理的な要因から身体と空間とが不可分に感じられたり人工的に与えられた知覚をめぐる錯覚と誘発される実験あるいは特殊な環境でもこの空間イメージと身体イメージは揺らぎ変容することでしょう創作的視点からの降臨情感についてオーディオ,オービジュアル作品残像化を例に現実の物理空間とは異なる仮想の世界において実感に では、体験することのできない世界を知覚可能にしよとすると取れるのはどのような降臨条感でしょうかここからは物理空間における降臨条感の条件、すなわち包まれ感プラス正確な定義に加えて聴覚と触覚のクロスモダルな関係性聴覚を中心とした知覚のイリュージョンを用した自作の例を見ていきます。 作品内容となるオーディオビジュアル作品残像化はさまざまな現実環境から採取された音の録音素材の加工によって制作されてますコンセプトとキーワードは架空の場所への没入感を視聴覚両面で表現仮想の庭、脳内の散歩映像内には一切人物が出てこない鑑賞者自身がその世界の唯一の探索者としての登場人物視聴覚が混交することで第三の感覚を生み出すというものです 着想音響素材と加工、えー、まず着想1ですが映像がもたらすクロスモーダルな印象に反応すること、えー、音源として自作のクラリネットとハープによる作品のメロディーの一瞬を切り取ったもの、えー、冒頭柔らかく透けるような花びらがゆっくりと揺らめく青い炎に感じられ炎は空気との境界線が明確でなく絶えずそのぼかされた輪郭線自身が揺れ動いて形が変化し続けている。 くらめク機体のような動きから音響をイメージしました、えー、クラリネットの音を加工し柔らかく伸縮するようなスローモーションを回せるサウンドを制作しました一瞬を引き伸ばしループし輪郭をぼかしましたこのような映像と音になります そうに極端な近接感表現とその近接感の質にバリエーションを持たせること音源としては無教室で録音された微音氷が溶ける音細かい砂が揺れる音このような音です 耳元で聞こえるかのような近接的聴覚印象から誘発される食感、微音が大きく聞こえるということは距離が極端に近いという印象を与えます。で聴取に関して、えー、その受聴音圧レベルが距離感に影響を与えている音源距離が小さいときには音色が音像距離に影響を与えるという研究結果があります。えー、それににに対対ししてて域のバイオリン音に対して輪郭を取るるように強調する処理や そこにさらに在境を加えて微音が生じる小さな空間における空間性を付与しました。えー、受聴者自身の身体がミクロ化したような印象を与えられることを目指しました。えー、着想3、演奏家の身体が浮かばない演奏、空間に溶け込む機体のような身体性。音源として、前日の自作のクラリネットとハープによる作品の一瞬を切り取ったものや、女性の歌声の短いフレーズ素材です。でえー、これに関してはこのような音になります。 の曖昧さエッジを柔らかくして境目を水でぼかした色のように空間にシームレスに溶け広がるように。 などを意識しましまた女性の歌声なんですがメロディを逆再生してからエンベロープを調整アタックのエッジとバイオンを削り剛用とした空間に溶け広がるように意識して加工しました通常の歌物のミックスの逆のアプローチで定位を不明瞭にしてアンビエンスの中に溶けて広がるような印象を与えるということで映像の無人の空間の空虚な広がり感をその見えない演奏者の身体が浮遊しているような聴覚的なイメージへと変換しました。 え口述する高さをつけたサラウンドなどのスピーカーセッティングにおいては人の声の聞こえ方が通常の位置や方向からではなくはるか情報から聞こえるように配置しました着想4声の通常ならぬ扱いえ声が人に与える印象は視覚認知の場合に人の顔認知が特別な処理がされるのと同様に直覚的印象が他の音と比べて強いと言えます えー、例えば、えー、吐息とため息の中間のような長めの呼吸音というものを使ったんですが、これらはあの情動感情表現によりすぎる傾向があるんですが、ここではドラマ性を排除したいために曖昧な呼吸音にしました。えちょっとサウンドを聞いてください <noise>、えー。幼児の声の断片、意味をなさない声遊びをさらに点滅かしました。 あと、あの今流れなかったんですけども、ドバイ空港の吹き抜けの空間でレコーディングした、残響を伴って流された女性のアナウンスというものがありまして、かなり残響が深いので、多数の音とのマスキングによって、意味内容はほぼ聞き取れないものになっています、えー。これらは何かを言ってるようでありながら、音響処理によって内容が聞き取れないものになっています。着装後、単発の音、点秒の音のもたらす強い印象。日常的に経験されている音の扱いです。 えー、記憶に残る印象的な現実音が単発で鳴るときにはその前後の時間が圧縮された感覚を見るものにもたらす音の密度は高くはないが印象的に強く感じる音響それは記憶のつまみを強く引っ張り見るもの,ものの記憶を呼び覚ますという研究結果があります。えー、こここででではコインを弾くく音音音とか水滴のがが出てくるんんすす、えー、例えばこんな,音なんですね これがあの上演した後に結構あの覚えていて言う人が、あの音がっていうふうに言う人がいたんですがあの一瞬しかならないんですけどもあの日常の記憶と結び付きながら文脈が全く異なる軸に現れてその音色が通常より輪郭が強調されているということもありたった一瞬になっただけでもその音がなんか強く記憶されたのかなとう風に感じましたで水滴の音はあのガラスのように硬質に聞こえるような音響処理でちょっと硬めに強さの印象が増してやや無機的な印象になっています でちなみに水の音が聞く人に与える高い臨場感の印象というのも研究であの指摘されています。はい、着想の6ですが映像からの空間印象に反応すること強調し架空の世界の臨場感を売るためにその印象をさらに広げること、えー、低音の轟くようなパルスが残響によってぼかされたサウンドの上で前述の女性の歌声を踏めるような定義感で配置しました。 そこに別のアンビエンスが重なり、冒頭の無教室の近接的に調子される美音をコントラストとして時折重ねることによって、その無限な送間感を強調してみました。余計になる音を近接的に聞こえるように前面に出すことで、え通常は主となってセンターに定止させ、前方向に出す音を逆に奥まった場所に置くということによって、仮想の世界における無人の庭を表現してみました。えこのようななシーンになります。<noise> ちょっと駒マちしてるんですけども、はいえー、3シーンの映像、次のシーンですがドームの頂点に向かって青紫の柱が立ち上っ,っていくようなシーンです、えー、無限に高くなっていくような映像の印象がありましてそこに抽象的な螺旋の運動が提示されてより上方に向かう動きが強調されていきます、えー、ここに関しては全、えー、天周ドーム、フルドーム全体にそのドームの物理的限界を超えるような広がりと高さの印象を与えるために実際にそれよりも空間スケールが大きな実空間のアンビエンスを使用しました ドバイ空港の吹き抜けの空間での録音素材をここで使用していますそこにさらに加えて空港内アナウンスの声にも実際上に加えましたで聞き手の周りが満たされている感じを得るには低周波と音圧レベルが重要であり音圧レベルが上がるほどさらに低域成分を多く含む方が広がり感は大きくとりわけ1 0 0ヘルツの成分が重要という研究結果があります えー、ここではこの帯域の低温の持続を加えることでより空間の広さをコントラストによって表現するために逆に動く。 えー、前に空間での音の減少を広いタイで流れを引くようにスーパーボールを動かした時の録音素材を使用しました加速と減速のコントラストを意識することによって加工後の音響空間では広い空間の中を加速して動く音の軌跡として用いることができました、えー、単音でコインを弾く音も挿入されるんですが近接的な日常音が同時になることによって極端な遠近感音の光景のズームインアウトを表現しています、えー、こう,いう 映像からの空間印象に反応すること、その空間印象を強調し、さらに広げること、仮想の世界の降臨循感のために、実空間、物理空間の限界を感じさせないようにすること、スピーカーの存在を消し、音が持つ存在感を空間内に放つということを留意しました。 で最初にアクスモニウム2チャンネルで、えー、あの,の音源で、えー、上演したんですけれども、えー、アクスモニウムはあの2チャンネルステレオ音源を立体音響として聴かせるためステレオの複数の組を実空間内に配置しリアルタイムにその出力をミキシングコンソールによって制御するというシステムです L と R のスピーカーの間の何もない空間音響スクリーンにステレオ音像を投影します複数組の同一ステレオ音像が空間内に存在しその組み合わせを変えたり鳴らすスピーカーの数を変えることが可能です ここでは作品内部の空間性、ステレオ音像の持つ空間性が実空間の中で伸縮するような印象です。形成されたステレオ音像の内部における立体的な空間自体にさらに実空間内で二次的な空間性を与えられるということです。表現しづらいものとしては各音素材それぞれの独立した動きや分離、実空間内での空間位置というのが表しづらく、利点としては曖昧な定義感、空間自体に溶け広がるアンビエンス化という表現に関してはステレオ空間自体の伸縮 という表現がこうする結果となりましたで次にもともとのオリジナルとしてサラウンドで上演したんですけれどもえ各音素材の関係性がコントラストなどが明確に表現できるさらにセンターがここではドーム前方のかなり高い位置にあのスピーカーがありましたので通常の演奏の身体性を曖昧にするという前日のコンセプトに従ってここに女性の歌声を配置してより浮遊する身体イメージを描き 超近接の音像表現を行っている前日の音素材。 に関しては触覚的な印象がが、引き起こされるんですがしかし、えー、ダミーヘッドの左耳に挿入したマイクロフォンで耳を筆でくすぐったときの登録をしたときにその音をヘッドホンなどによって近距離で聴取した場合には触覚的印象がもたらされるのですが距離を離して提示した場合にはそうした印象が得られなかったという実験報告もあります。つまり、えー、どれだけ触覚を誘発するような音を意識して選んだとしてもそのように確保したとしても再生の段階で失われるということがありえるのでスピーカーからの距離を経た聴取の場合はこうした触覚的近接的 に感じられる音を再現するのは難しいです。でなので音源加工の段階で、まあ、より強調した近接感処理プラス空間のどの位置から鳴らすかという工夫が必要になりました。でここでは各、えー そ後方の空間でより強く生じるという実験結果を参照しまして実際の位置として横あるいは後方首を回さなくては視界に入らない位置からこうしたサウンドを出力することでヘッドフォン調子とまではいかないんですが近接的触覚的印象を損なわないように工夫しました、えー、次に8.1チャンネルマルチ音響で上演しました、えー、こちらはあのインスタレーションと一緒に上演したんですけれども、えー、7つのスピーカーを円のように配置して中央に台を設け1つのスピーカーを設置し後方 ここでは ZKM のソフトウェア、ツリコニウムによって描かれた各モノ音源の軌跡やその軌跡の加速・減速のコントロール、7つずスピーカーの数の増減を再現しました、えー。ツリコニウムは3次元のサウンドディフュージョンを可能とする立体音響のためのソフトウェアシステムで、サウンドファイルを読み込んだ上でそのスピーカーセッティングの空間上の各位置に配置し、それぞれの空間内での動き、音の軌跡、トラジェットリー、 を作成可能ですで動き方の速度変化をオートメーションで書き込み可能でかつ各サウンドファイルを鳴らすスピーカーの数拡散の範囲をシームレスに制御することも可能ですで複数の音源それぞれに対してその動きの速度から動く範囲例えば下方のスピーカーから情報のスピーカーへの上下の移動やドーム型の場合にはその頂点の位置に螺旋を描きながら音を集めるといった動きをつけることも可能ですでここでは、えー 聴覚定位残光というものを参照しましまた、えー、音源の空間的位置の近くに関する現象なんですがある音を提示した直後にいろんな位置に別の音を提示する。 とアトにとは後続で実際に戦う方向がずれて隠されるという報告がありますで先行音と後続音の周波数が近い時にしか残光が生じないということで周波数帯域が比較的近い現実音の広域成分を強調した上で空間内の音の配置時にこれを参照しましたで音源と音源の距離を広げることで実際以上に音の空間の広さを感じさせたいと思って行いましたこちらは今ままだ あのー、調整中のものなんですが、全に動画に入っていただくサチャンネルのスピーカーシステム用のミックスです。えー、こちらですが、あのドーム音響の特殊さがありまして、残響が物理的空間。 に不自然に残っってしまったり、な軽くなる、ドームの映像投影面に張り付いたような平面的な印象になりがちなどの音響の難点がいろいろあります、空間的にありますので、これをどう克服するかという問題があります。目標としてはいかにドーム内の客席空間にまで音像を浸透させ、降臨状況を伴う状態、聴取者を包み込むような状態にできるかということを目指しています。 こちらも調整中ですがあの VR 化した映像に対するヘッドホン聴取のためのバーチャルサラウンド表現ですでこちら現在映像の VR バージョンを制作して音響を の準備しているんですけれども、えー、バーチャルサラウンドというのは2チャンネルのヘッドホンやスピーカーで擬似的にサラウンドを実現するという技術になります。えー、近接的、触覚的に感じられる音素材をより効果的にそのように聞かせることが可能で、音源の周波数処理に関して、まあ、超近接の表現を試みたいなと検討しております。課題としては音の広がり感、包まれ感の問題があります。 というのも実空間における身体性ではなくて仮想空間の中での身体性の問題になりますので自分の身体がその空間内に存在しないにもかかわらず自分の空間内の動き方によってその音響空間自体が変化してしまいます、えー、こうした体験における身体にとっては臨場感の意味も全く異なり聴覚的イリュージョンが状態となる空間となる可能性もあるのではないかと思っています。 えー、こうしたバーチャルサラウンドによって生み出される空間とそこで擬似的に再現される臨場感とは一体何に対しての臨場感なのでしょうか、えー、結び、架空の世界の高臨場感を求めて、えー、これは VR 研究の論文から引用したものなんですが私たちの身体は自分の身体のみに制限されたものではないことが分かる視覚、聴覚、触覚などの感覚情報をうまく提供することで遠く離れた場所にさえ身体を感じることが可能なのではないか。 本発表では前半にイマーシブ環境において音に包み込まれること、降臨情感についての聴取者にとっての意味を皮膚感覚としての聴取というクロスモーダルの知覚と人の心に連動して変容する主観的な空間イメージとによる複合的な体験として位置づけました、えー、後半は仮想の空間における降臨情感と何かについて創作側の視点から主に空間音響技術と知覚のイリュージョン研究の知見を参照しつつ実例をもとに検証しました。 検証を通じて得られたことと今後の課題ですが、婚、えー、臨場感音響体験の持つ多面性と同時につかみどころのなさ、えー、この臨場感を感じる主体である身体性の素材が揺らぐということで、特にバーサウンドにおいてはその問題は顕著だと思います、えー。変容するのは空間イメージではなくて、自分の身体イメージのではないだろうか、そもそもこの2つは表裏一体なのではないかと思いまして、えー、こうしたものという。 創作表現については、心の件としても、実体験とちょっと混同しかねないような、少し危険な領域なのかもしれないと思いました。以上です。えー、ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。えっ、ー、と、会場から質問などありませんか。 はいえー、とでは、えー、と座長から質問させていただきます。はい、えりと,割とこうサイトスペシフィックな話になっているかと思うんですけれども、はいえと、このイマーシブオーディオ、要するに没入空間、空間に没入する、特にあとはその皮膚感覚っておっしゃられている、その、えっ、ー、と、響きの感覚であるとか、そういうものを、 やるときにやっぱりどうしてもサイトスペシフィックにならざるを得ないんでしょうか、うんうん、そうですねあの、やっぱり物理的空間の影響というのはとても大きいですし、それはあの避けられないことではあるんですけれども、ただあの、その空間の中にもう一つ空間を作るっていうことが、まあ、創作の中に求められていると思いますので、はいまあ、特にバーチャルサラウンドの場合は実空、実粛。 感が本当にこうヘッドフォンのその中に内部になってきますから、またそこの中に身体が入ってしまうということで違うんですけれども、他のものに関してはもうかなりその物理空間との戦いというかことはあるとはもちろん思います。だから逆にそのサイトスペシフィックなものを生かすっていうアプローチもあると思うんですけれど、まあ今日お話ししたのはその物理空間の中にもう一つ空間を作るっていう、はい、<laughs> ことかなと思います。それもなんかすごくえーと影響。 その構築のために影響を受けるというか、作品そのものがやっぱり影響を受けてしまうのかな、うん、みたいなことを、うんえー、考えてまして、5.1チャンネルと7.1チャンネル版の話もおっしゃられてましたけども、これはあの標準化された5.1チャンネルと7.1チャンネルの話です えーとですねこれのもともとフルドームのプラネタリウムというか全、はい、天襲ドームの中の空間でということで、はい、それにあの納品というかその上演のために5.1にするんですが、はい、実際ミックスした時にはあのー、通常の。 配置で行うんですけど、その時にもちょっとやっぱり高さのあるセンターということで、はい、そのセンター位置を高くしてミックスはしました、はい、あのずっと狭い空間ですけど、はい、ただ、実際おっしゃるように、ドーム空間に持ってきますとね、またその響きは当然変わりますね、はい、その問題はもうついて回るんですけれども。わ、うんはい、かりりまままししたた、はいはい、ありがとうございいいすす、えー、水野先生お願いいたします 聞聞ここええまますすすででしょうかあはい、あの水野です、えー、と大変楽しい発表を聞かせていただきまして充実した良いものだったと思います。えー、とその中であの VR の時の音なんですけれども VR っていうのは、まあ、よくその、えー、VR 酔いとかですねあの VR で酔ってしまう,そのもう見ているだけで酔ってしまうときにその時にもうすでに聴覚が聴覚が現実世界にあるのにその VR メガネで見ているところが。 現実とは違うところにあるから読んだっていう人もいるような気がするんですけれども VR 空間での音の,その現実性と見ている空間とをまあ自分のこれまでの例えば今見せていただいている画面ですとなんか奥行きが深い空間にあるわけですけどもその自分が体験したことがもしあるとすればこのような空間に自分が立ったらこういう音がするであろうと感じていることと 耳から聞こえてくれるものとのズレとかそういうものはやっぱりかなり関係してくると思うんですけど,じゃあどの辺あ宮城先生もあの問題指定されておられますけれどもどの辺にどうやって絞って考えていまあ創作で結構なんですけども、どういうふうに考えていかれるでしょうか。<laughs> そうですねあのおっしゃるとおりあの私も割とすぐに酔っちゃうんですねオケラスリフトとかでやっていてでなんで酔うのかなって思うんですけどやっぱりあの自分の身体が本当にこう浮遊しているというか感じでだ,だけど場所だけが動いていってなんかリアリティがなんが違うところにリアリティが重きを置かれていましてそれで音っていうのはまあさらにそこのリアリティの問題にすごく介入してくるのでうんそのあの例えばまあゲームなどでよりリアルにリアルな場所を作る ってていいううう時ににには本当にこういかなあの定義になるかというのをまあ計算して行うんですけどただそれもやっぱり現実と同じようにしたのではそのように聞こえないっていうのがあるということなのでやはりもう一つこの VR の空間におけるリアリティっていうものを人がどういうふうに見たら自然にと思うのかそこの中でさらに妙な感覚になるのかっていうのはあのー、多分現実とはちょっと違う配慮が必要になるのだと思いまして。 でそこがまあ自分的にはあの作品としてねよりこう現実じゃないものを作りたいっていうのがまあ,ありまして、うん、ただあの現実に体が酔ってしまうとそこすごく現実に引っ張られるのでそういうのは避けたいとは思っているんですがちょっとあんまりいい答えになってないんですけどまだちょっとここはあんまり自分でもできてないところなので、うん、具体的にお話ができないんですけども。 ありがとうございま最初の方であの触覚とかいう話がございましたので、まあ、あの視覚とか触覚とかそういうことと、はい、それから今お話しなとあなその現実に酔ってしまうと自分が立っているその足が立っているとかですね、そういう空間は現実空間であっ でその視覚、えー、レベルという五感、ね、の,の感覚ではなくてその立っているという物理レベル身体感覚レベルが連、えーえー、れていくっていうことなのかなと、うん、その時にその音が、まあ、あの現実にはない音である。 ことがいいのか、まあ、どの程度の現実かということによると思うんですけど、うん、その辺はその。えっ、ー、と、現実にスピーカーがそこにあるということとはち。えっ、ー、と、そして、目、目、目で見ているものは、まあ、現実空間であるっていうのとは違うのかなと、ちょっと感じたりしました。これ、コメントですけれども。うん,う,んうん、うん、どうもありがとうございます。はい。あ、なんか、おっしゃる通りに、あの、やっぱり、その、平行感覚、体制感覚というか、もう、体の感覚の部分に。 まさに入ってくるので、皮膚感覚っていうのは割と一番身近に感じますけど、もっとここ,この別の感覚の部分が、うん、で低周波とか特にもう心部感覚とか刺激するというところ内臓感覚とかあると思いますので、この辺たりをまだまだあのと思います。はい。あどありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。えっと白山さんお願いします。あの。 大変素晴らしい作品の発表だったかなと思いまして、えー、ちょっと一点お伺いしたいんですけれども、宮城さんの作品、私、のかねてからファンだったんですけれども、そこで展開しているその宮城さんの論ですね、今回、その表現上の意図と、まあ、主にだから個人的な何かいろんな原体験とか、そういうものをなんかその発達とか認知とか認識論文とかとに結合して、うんまあ、展開 と,いうところが、まあ、すごいなと思ったんですけれども、お伺いしたいのは、最終的にこういうムを、ですね例えば社会の中にどういうふうにこう講じていくのかとか、うん、その個人的なその原体験というものをどういうふうにその社会の中で位置づけるのかお伺いしたいのが一点と、そうした場合にその聞き手がその何を体験するかということですよね、なんか例えばまあドバイの空港で撮ったその非常にアンビエントな音声を加工したときに、 はい、とそれがどういうふうなその一,般一般化っていうのはまあ芸術の表現の中で語るのは陳腐なのかもしれないけれども、はい、何をその体験していくのかなとか宮城さんの,その作り手としてのなんかこう芸体験を追体験していくことなのか、うん、それがある程度何かそのオープンなものになったりあるいはパブリックなものになってその聞き手がなんか自らの個々のんかその。 原、えー、体験とここ自己投影していけるようなものになるのかとか、うん、うん、可能性についてどうお考えなのかりあ,、はい、ありがとうございます。えーやっぱりあのー 私にとって創作はやっぱりかなり個人的な原体験の投影ということが、まあ、そこを一番リアリティとして持っているんですけれどもあの実際上演してみると本当にいろんな感想がありましてでそれを聞くのがすごく楽しみでしてあの私が思ったのとは全く違うことをすごく自分の私の知らない記憶その人の記憶とか体験と結びつけてとてもリアルに語ってくれてそれは想像するしかないんですけれどもあのそういう意味での、まあ、ちょっと開かれていたいというのはありまして えーまあ、こういうの確かに個人的な感覚ではあるんですがやはりあの個人的な感覚を追求することによってその人のまた別の個人的感覚を刺激して、えー、何かがそこに起きるっていうことが、まあ、それが一番、うん、いいなとは思っています。 あの皆さん本当に一つの音聞いてもね割とあの学生さんに聞いてもらってもやっぱりすごい怖いっていう人もいたりとかなんかあのそれがなんかあの自分があの音が迫ってくる感じが怖いとかまとわりついて怖いけどハマってくみたいなのがあったりとかやっぱりねその人の感覚と体験に相当 結びついてるなと思いましてですのであの皮膚感覚っていうのもやっぱりそこら辺がやっぱりうん一番気になっているところでもありましてただあの柴田先生おっしゃるようなあの社会に位置づけていくっていうことの考えが私の中に全くちょっと今の段階で欠落してるんじゃないかと思いますあのそうなんですよねその問題についてはうんあの逆にちょっとすごく意見を伺いたいところではあります。 あの<あ>大事な視点だと思うんですけども、いはい、はい、なのでだから多分そのどういう推体験を聞き手がするかとかっていう別にその、聞き手のアンケートを取るとかそんなことではなくって、うん、まあのま、仮説でもいいんですけれども、うん、あそういうこうなんていうんでしょう宮城先生のその、考えておられる音響空間っていうものとその,そのさらに外側ですよね、うん、外側とのその関係性みたいなものどういうふうに、んうん 論の発展とかもすごく楽しみに言いますので。ありがとうございます。その点もすごく私も興味を持って開いていきたいと思います。ありがとうございます。はい、では、えっと、あそれで OK ですね。はい、では、どうもありがとうございます。 ありがとうございました。